こんにちは、長倉健太です。今日は、まあ、僕自身がすごい最近感じていることで、その多くの人がもう文章を読み取れないと、ほとんどの人が読解力がないというふうに思ってまして、でじゃあなんでかって言ったら、やっぱその論理力がなかったりとか、まあ、もちろん読解力っていうことになっちゃうんですけど、そういう人が多いんで、論理の専門家の出口先生に、ちょっといろいろお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今言ったんですけど、はい、僕が今そういろんなビジネスやっていく中で、はい、読み取れないやつが多いと、その文章をまともに読んでない人が多いんですよね。はい、例えば僕が、何月何日にセミナーやりますよって書いてるのに、コメント欄にいつやるんですかって書く人がいるんですよね。その勝手に読んでるやつが多いなと、はい、こっちの、伝える側の意図が全く分かんないで、自分の読みたいに読んでるやつが多いなって感じるんですけど、はいはい、なんでそういうふうになっちゃうんでしょうかっていうのを知っておきたいな。そうですね、まあ、おそらくまずは読まない、読めてない、あるいは独りよがりに勝手にねじ曲げて解釈をして、はい、自分は読んだつもりでいるという、はい、でその一番のやっぱり原因っていうのは、やっぱり他者意識がないというか、うん、やはりそれぞれがやっぱり主観を通してものを見てるわけだし、はい、語ってるわけなので、そう簡単に客観的にお互いにはこう伝わらない、分かり合えないという意識があるから、じゃあどうすればきちんと伝えることができるのか、あるいは相手のメッセージをどうすれば正確にきちんと受け取ることができるのかという、まあ、次のアクションになってくると思うんですよね。うん、ところがもう他者意識そのものがなくて、自分が喋ったら相手は分かってくれてるはずだと、はい、自分が読んでると自分はちゃんとそれは読めてるはずだという、こういう思い込みの中でいつまでたっても、まあ、うまく伝わらないということが起こってるんじゃないかと思いますよね。そうですね、だから僕が見てて、やっぱ読解力ない人っていうのは何やっても進歩がないなと、はい、その本読んでもセミナー読んでも見ても絶対進歩がないと思うんですよね。はい、結局自分の都合のいいようにしか読み取らないっていうことは、自分の枠内で全て判断するわけじゃないですか。そうですね、でも自分の人生を変えるとか、まあ、自分が成長させようと思ったら今の自分の枠以上のことをやらなきゃいけないのにもかかわらず、はい、全然読解力をなしで、はい、本当に自分の主観だけで読んでるやつが多いなというふうに思うんで、その時にまあ、先生は論理力っていう、はい、論理っていうのをすごくおっしゃるじゃないですか。はい、その論理の根底にあるのは、はい、やっぱりしっかり文章を読むってことからなんですね。そうですね、まずお互いに分かり合えない他者って話をしましたけども、だけども、ね、正確にお互いにコミュニケーションしたいときに、やはり言葉の共通の規則、そのルールのもとにお互いにコミュニケーションしましょうというのが、これ論理の基本なんですよね。はい、ですから、そのやはり言葉の規則っていうのをほとんどの人は知らずに、もう自分勝手に言葉を使ってしまってるから独り善がりになってしまうという、そうすると自分の一人の世界の中でいくら例えば勉強しようが、あるいはいろんな人と出会おうが、結局は同じことであって、他者を理解してないわけだから、自分の世界を広げることができないという、その時に今長倉さんおっしゃったように、じゃあどうすれば論力を身につかっていったらば、まずは論理的に文章を読むって、ここからスタートしないとどうしようもないんですよね。はい、その時にやっぱりどういう文章を読むかって重要じゃないですか。そうですね、例えば今だとほとんどの人が情報発信できるので、例えばブログだったりとか Facebook とかでありますけど、はい、そもそも全然できてないやつが書いてる文章を読んでもしょうがないわけですよね。だその時もどういう文章を読めばいいかっていうのは、やっぱ先生はやっぱり、ね、分かるわけじゃないですか。そうですね、それって重要ですよね。どういう本を読んだ方がいいのか、ね、どういう文章を読んだ方がいいのかっていうのが。そうですね、やはり論理的に書いた文章で、なおかつどういうかな、歯応えのあるもんですよね。うん、じゃないと力つかないので、うん、普通に読んでもすぐ分かるもんだったら、これ全然練習になりませんよね。はい、論理を使わないと理解できない文章をやるからこそ、はい、論理が鍛えられるというか、うん、そういう意味では社会人であっても大学受験の問題というのは、これそのようにできてるんで、ものすごい力つくんですよね。はい、そうするとまあ、僕なんかも今いろんな、まあ、企業でコンサルティングとかいろいろしたりとか、はい、まあ、自分自身でセミナーで教えたりとかしていく中で、はい、結局もう論理力というかね、国語力みたいなのがないともうお話にならないなと。はい、でおそらく先生がもともとやってたのは受験生向けだったと思うんですけど、はい、結局国語ができなければ、ある意味数学もできなければ英語もできないみたいな、はい、世界だと思うんですけど、ね、仕事もそうだと思うんですよね。ほとんども国語がない、はい、国語力がないやつっていうのはほとんど仕事できないしっていうのは僕の今のところ思うことで、やっぱり結局その中ではやっぱり物事をきっちり考えるとかもそうだし、はい、まあ、もちろん他者意識で、思っていることによって相手が何を考えているかも分かるし、はい、
あとはやっぱり人にこう伝えることができるっていう部分だと思うんですけど、はい、社会人にとってその論理が必要っていう部分で、はい、その先生はこうどういうふうに考えてますか、今後社会人に対して。そうですね、あの社会人こそ高校生と違って、はい、本当に年齢も職業も教養も違う人間とやっていくわけであって、場合によってはもう外国人と取引をするという、はい、ということは本当に他者の中でどうやってうまく自分がやっていくかということだと思うんですよね。そういう意味では社会人こそより論力が大切なのに、意外とその論力という足元を見ないで、まあ、やってる人が多いと思うんですよね。でも具体的に言うと、まずは正確に文章を読めなかったら仕方がないし、そして論理的に文章を読むことによって今度は論理を使いこなすことができる、うん、そうすると今度は論理的に話すことができる、つまり自分の考えとか感じたことをこれを人に正確に伝えることができるわけであって、例えば五感を使っていろんなものをこう、分かるってことはあるかもしれないけど、でも論理がなかったらそれを人に伝えることができない、うん、さらにそこから今長谷さんもちょっとおっしゃったんですけど、今、ブログとかいろんなものでフェイスブックとかいろんなのでまさに電子情報であって、誰もが自分の書いたものっていうのはあちこちで複製されコピーされ不特定多数の人に見られる時代なので、なのに他者意識がないというのは非常に無防備なんですよね、うん、で今だったらば例えば初めて会った人でもその人のブログを見て、はい、その人の教養とか、ね、うん、考え方がすぐ分かってしまうという、はい、その時に他者意識がない論理的ない文章を書いてしまうと、それだけでも相手は信用してくれなくなるという、うん、そういろんなことを考えた時に僕は論理というのはこれも最低限身につけないと、まあ、人生でまさに素手で武器を持った人と戦うぐらい不利なことだというふうに思うんですよね、うん、そうですね、やっぱ僕なんかも今やっぱ情報発信しろって教えている中で、はい、やっぱりわけわかんないことを、ね、書いちゃう人もいるし、はい、でなんで僕は情報発信をしろって言ってるかっていうと、やっぱりそのこの世の中っていうか、まあ、人生というか見えてるものってある意味情報空間なわけじゃないですか、はい、で情報って、もっと言うと言語なんですよね、結局はじゃあその言語をどう支配するか、言語をどうコントロールするかっていうのが、はい、実はその今の世の中でその人生をうまくやっていく上ですごい重要なことをなんですよね、はい、だからその時にじゃあその言語が何なのかとかって実は誰も勉強してないっていう、そうですね、でその時にまず一歩として僕はその出口先生が教えてるその論理を勉強するっていうのがまず一番いいのかなっていうふうに思ったんですよね、はい、そうですね、まあ、情報発信って言いますけども、これじゃあ情報発信すればいいのかって言ったらこう逆にこれ怖いというか、人にみんなに見られてるわけだから、その時に論理的でない文章で情報発信してしまうと逆効果になることもあると思うんですよね、はい、うん、ですからやはり情報発信するためにはやっぱり最低限の論力を身につけないと、もう自分が論力がないということをみんなにこうもうねこう知られてしまうわけですから、すごく怖いと思うんですよね、はい、そうですね、そうするとやはりその、まあ、まあ双方向というか二方向あると思うんですけど、はい、そのまずはその自分が読む側の時ですよね、はい、読む側の時にやっぱりその正確に情報をつかめないとか、その相手が何言ってるか分かんないっていう中で、はい、多くの人がその本当になんかよくわかんない理解を自分勝手な理解をしてわけわかんない方向に行くっていう人は結構僕見てるんですよね、はい、でまずそれを防ぐためにもまず論理力っていうのは重要だし、はい、あともう一方でやっぱり自分自身が何か伝える側で、はい、もっと言うとその、まあ、繰り返しになりますけど、今情報空間とか、まあ、ある意味人生において全てなわけじゃないですか、はっきり言って全て情報なわけですよね、はい、その時それが全て言語ってことを考えた時に、じゃあ言語をどう伝えるかっていうのが、はい、その人生を自分でコントロールする上では僕は重要だと思うんで、まあ、その両方をその論理さえ身につければ、はい、ある意味できちゃうっていうことですよね。そうですね、やはり僕は見ててもったいないのが、うん、人生のどっかでちょっと言葉の規則、うん、まあ、論理っていうのを知ってるとその後の人生で違ってくるんですよね、はい、同じ文章読むんでも自分勝手に読んでると一生自分勝手に読むんですよね、それが修正されることは全くないんだけど、どっかで論理を意識して身につけると読めば読むほど論理の頭になってどんどん変わっていくんですよね。ですから本当に長い人生の中でちょっと頑張って若い時に論理をしっかり身につけたらその後人生全然違うのになっていうふうに思うと、まあ、論理ってことを全く気づかないでいる人たちにちょっともったいない気がするんですよね。そうですよね、やっぱそのなかなか気づかないですよね、それを学ばなきゃいけない、多分その論理を学べなんて教え方はしてないと思うんですよね。で、出口先生にその大学受験の時に出会ったり、はい、人は、まあ、学んでるとは思うんですけど、はい、僕なんかもほとんど現代文に関して言うと本当に感覚だけで解いてたと、はい、でなんか
どうにかなんなかった人は多分逆にいろいろあったんですけど、僕とか現代文どうにかなっちゃったんですね、適当にやってて、でもそのまま大人になっちゃうと結局その本とか読んでも今話の通りやっぱり自分の立ってで読んでいくだけなんで、どんなに本読んだってどんなにセミナー出たってどんなに教材買ったって何の身にもならないという。そうですね。ただ論理をちゃんと分かってそういう本を読んでったりとかセミナー出たりとかしていけば、どんどんそのが身についていくっていうことですね、で多分僕も本当 その通りだと思うんですよね、やっぱりそのセミナーとか見ててもやっぱりどんどん力つけていく人とかどんどん変わっていく人がいる一方で、何を教材買ってもどんなセミナー行っても全く変わらない人っているんですよね、その差って実はその言語そうですねであり論理を分かってるかどうかなんじゃないかなっていうのは最近すごく思ってて、だからまあその先生がその今回その社会人向けに、今後もどんどん教えていきたいということだったんで、お話を伺ったんですけど、やっぱその先生がこの社会人向けにその論理を教える上でなんか一番伝えたいことってありますか？そうですね、まあ、一つはあの論理というのは全く今まであの、頭になかった人に論理というのがいかにすごいことなのか、で誰でも身につける、そして身につくことによってどんだけ人生変わるかってことをぜひあの実感してもらいたいし、もう一つは、まあ、あの受験時代に、僕に出会った人も結構大学受験の、問題を解くために論理をやって試験終わったらすっかり忘れてる人多いと思うんですよね。でせっかく一旦身につけたのにこれほっとくとまた元に戻るんで、これもったいないというか、でここでもう一回こうね論理を磨いたらば生涯の武器になるので、ですからもうまさにあのこの情報社会の中で論理という武器を手にして戦うのか、あるいは素手で戦うのかで、もうこれはもう勝敗も僕は決まってると思うんですよね。なのに論理を身につけずにもう本当に高い教材買ったりセミナー受けたって本当もったいないなというか、ぜひあのそういうことを伝えたいなと思いますよね。そうですよね。やっぱりそのなんか英語とかみんな勉強するじゃないですか、でもあんなものしてもしょうがないわけで、そうですね、ほとんどできるようにならないんで、だまずその自分のそのまあ、日本語をちゃんと使えるというか、論理力をつけることで僕は重要だなと思うんですけど、やっぱりその実際あれじゃないですか、先生の教え子たちって結構今活躍してるじゃないですか。活躍してますね。やっぱそれはある意味その論理力をみんなも身につけてたからなんじゃないかなっていう気がするんですけど、あの実際にあのいろんなお仕事があって、そうですよね、あの大活躍してるのいっぱいあるんですけど、そうですよね、もうみんなやっぱりあのそのあのどういうのかな、なぜうまくいった方論理力だってもう本当例がなく言いますよね、で少なくとも論力あるから絶対成功するとは言えないけども、論力なくて成功した人ってほとんど会ったことないですね、だからこれは十分条件じゃないけど必要条件だと思いますよね、まあ、よっぽどのあれですよね、その天才なアーティストとか、そうです、ね、画家とかなら分かんないですけど、そんな世界とかよっぽど運がいいとか親の資産が持ってちゃうとかですよね。それ以外はちょっと考えづらいですもん ね、 そうですね、最低限持ってなきゃいけないものだと思うんですよね、その人生うまくいく上で、でもそれを勉強してないし、じゃあそれを勉強しなさいとも誰も言ってないわけじゃないですか。そうですね。だからやっぱりあの日本語をみんな喋れるから危機感がないんですよ ね、 すね、日本語下手だなみたいな話にならないですもんね。そうですね。そうだから僕は意外とそこが盲点であり、逆にそのみんなが盲点なんでちゃんと勉強した人は、逆にこうまあ、人生をうまくやっていくことになるんじゃないかなってそうですね、いうふうに思うんですよね。だから本当にあのどういうかな、もう30年間あの、まあ、受験という中で僕は徹底して論理を教え込んできて、まあ、だいぶ子供たちの人生変えたと思うんですよね、でもう受験の枠じゃもうつまらなくなったんで、今度は本当にあのそれを求めている社会人の方に本気であの論理を伝えたいというか、学んでほしいなと思ってます、そうですよね。だから結局なんか人間関係で悩む人とか、まずいるじゃないですか。それだってやっぱり伝わんないとか、そうですね、相手が言ってることが分かんないっていう理解できないところから始まるし、まあ、もっとそのお金稼ぐとかそういう部分でも僕はやっぱりその言語の使い方が下手くそだなっていうのはそう思うんですよね、みんな見てて。やっぱそのマーケティングするにしても、まあ、何かセールスするにしてもやっぱり結局そのどうやってその話せばいいか、どうやって伝えたらいいかっていうのがみんな、なんか基本が分かってないなって、基本が分かんないのになんか応用的なのばっかりするんで、だから全然わけ分かんなくなっちゃってる、まあ、おっしゃる通りですよね。やはりあの何か学ぶんでも論理を身につけて学ぶのか、論理を知らずに学ぶのかで全然成果が違ってしまうので、本当にまずは論力を固めることが僕最優先かなと思ってます。そうですね。で僕が今今日こういうインタビューさせてもらったのもやっぱりその僕自身その独立して1年ぐらい経って
まあ、いろんなセミナーして多くの人に会っていく中で結局読解力だったり論理力がねえやつが多いと、でこれがないと、多分意味ないだろうなっていうのが切実に感じたんでね。いや、まさに意味ないですね。今日そういう話をさせてもらって、まあ、今後そういう社会人に向けて先生にいろいろ教えていただければなというふうに思ってるんで、今日は、まず、そんなところで、今日の対談は終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。